国民体育大会冬季大会は、表情と雪上で実施される競技のために、日本で毎年開かれる総合競技大会である。冬季国体と呼ばれることもある。都道府県の持ち回りで開催され、都道府県対抗方式で各代表選手が競う。国民体育大会は、戦前に開催されていた、明治神宮競技大会の流れを組み、昭和21年度に、 1> 第1回大会が開催された。日本のスポーツ振興を目的として、スポーツ基本法において定められており、日本スポーツ協会、文部科学省及び開催地の都道府県が共同して開催する。冬季国体の正式競技としては、スケート、アイスホッケー、スキーの3競技8種目が実施されている。氷上のスケートアイスホッケー競技会と雪上のスキー、 競技会の2回期で1月下旬から2月に挙行される傾向にある。2019年の第74回大会は3競技会とも北海道で総合開催された。2020年の第75回大会はスケートアイスホッケー競技会が青森県、スキー競技会が富山県での開催が予定されている。明治神宮体育大会で 初めて冬季競技が行われた金谷山スキー場にある記念非国民体育大会の前身である明治神宮体育大会では日本スキー伝来の地でもある新潟県高田市を会場に昭和2年度初めてスキー競技会が挙行されたスケート競技は昭和8年度から行われアイスホッケー競技もスケート競技の一種目として実施された昭和14年度からは 季節性に基づき、スキーとスケートの両競技会に、冬季大会の名称が用いられるようになった。その後太平洋戦争下においても大会はしばらく続けられたが、昭和18年度の冬季大会は、新潟県長岡市の会場を中央大会とした全国一斉開催で、分裂更新、スキー体操、雪上戦技訓練などが実施され、これが終戦前最後の大会となった。 戦争下で国家総動員体制へ編入されたスポーツ、体育は戦後大々的な改革の対象となった。大日本体育会の理事長であった清瀬三郎は一部エリート選手の育成にもっぱら力が注がれていたこれまでの日本のスポーツを反省し、これからのスポーツは大衆に根ざしたものでなければならないと主張するとともに、 スポーツに科学性を付与して、その健全な発達を促し、大衆が安心して親しめるものにしなければならないと強調した。政府の外閣団体となっていた大日本体育会は、民間団体へと戻り、戦後の混乱の中で、働く人に安を与え、青少年の思想に新方向を示すべくスポーツを奨励して、スタンダー社会に、一末の清涼剤を投じるべく直ちに活動を、 開始した。このように、スポーツの大衆化、民主化機運の中で第日本体育会が中心となり、終戦直後の昭和21年度に、国体の第1回大会は開催されることとなった。第1回国民体育大会冬季大会は、青森県八戸市を会場に、スケート競技会が開催された。スキー競技会も、北海道や長野県での開催が検討されていたが、 輸送事情などの理由により中止となった。なお、翌1948年の冬季大会は、冬夏秋3期の大会の総合成績で、第1位の都道府県に天皇杯を授与することが決まったため、第3回国体に繰り入れられ、以後国体は年度制から歴年制に改められている。それにより、第2回の冬季国体は、月会となっているが、これは、 開催に中止があったわけではなく、冬季国体は第1回大会から毎年開催されている。国体は日本のスポーツ振興や地域開発に大きな役割を果たしてきた一方で、その長い歴史の過程で様々な問題も内包しながら続いてきた。2000年代に入ると、今後のあり方として、大会の充実、活性化とともに大会運営の簡素、 効率化が明示された。その後、冬季大会対応プロジェクトが編成され、2007年には難航する冬季国体の開催地選定に関する方向性と開催地の経費負担軽減への対応を中心に国民体育大会冬季大会のあり方に関する提言がまとめられた。この提言への対応として開催地に対する交付金の増額、スポーツ振興による 女性、企業協賛制度の推進などが行われ、また、開閉式は、第65回大会から、周期の本大会と一本化し、各競技会の開始式及び、表彰式と位置づけて簡素化が図られている。2023年の第78回大会からは、大会名称の国民体育大会冬季大会を、国民スポーツ大会冬季大会へと変更することが、決まっている。 日本スポーツ協会、文部科学省、開催地と道府県の三者協祭で行われ、各競技会については、中央競技団体、会場地市町村を含めて開催される。国体は、日本のスポーツの大会としては、唯一法律に規定されており、日本政府の一つの政策として、スポーツ振興に貢献してきた。当初は非対協が単独開催する民営の、 携帯だったが、その後文部省と開催地都道府県が主催者に加わり、徐々に行政色の濃い大会運営へと方向づけられるようになった。本大会開催地との関係国体登記大会の開催地都道府県は、周期の国体本大会の開催地とは別に決定される。開催地において十分な施設や設備などの確保が困難な場合には、 開催違いの施設で競技を実施することができるが、冬季大会の開催は本大会の開催違い実施とは異なるもので、本大会の開催地が冬季大会を共催するわけではない。あえて本大会の開催地が冬季大会を主催し、その年の全競技が単独の都道府県で実施される国体は完全国体と呼ばれる。完全国体は、 過去など許講されており、2001年以降では、岩手県を開催地とする第71回大会が完全国体である。分布とローテーション化開催地都道府県の分布同一大会で、両競技会とも開催するのが、総合開催青森県で開催された第1回大会から2020年の第75回大会までに開催地となったのは19都道県である。 表情競技は屋内で実施されることが多いため都市部でも挙行され、第67回大会の愛知県がこれまでの冬季国体で最南の開催地となっている。雪上競技のスキー競技会は豪雪地帯での挙行がしやすく、過去には山陰でも行われたが、1993年に鳥取県で開催されて以降は西日本での挙行はない。冬季競技の特性上、 開催地となり得る都道府県は限られ、とりわけ2000年代以降は開催地選定が難航し、特定の都道府県に開催が集中する状況も生じていた。開催地選定の円滑化を図るため、開催可能な都道府県を数ブロックに編成してのローテーション化について検討が進められているが、2018年の現段階では具体的な報告がなされるまでに至っていない。 国民の間に広く浸透していると認められる競技は正式競技として都道府県大抗の総合表彰における特典積算の対象となる。正式競技には3競技が採用されている。総合表彰の積算対象とはならないものの競技の普及と国民へのスポーツ振興を図るために実施される競技が公開競技とデモンストレーションスポーツである。公開競技としては 2008年に定められた実施基準の条件を満たすのが、冬季競技にとって容易でなく、翌2009年の第64回大会でバイアスロン競技が行われて、以降の実施はない。より実施条件の満たしやすいデモンストレーションスポーツとしてでは2010年以降もバイアスロンをはじめ、カーリングなどが行われている。かつては、 スケートアイスホッケー競技会とスキー競技会と別の都道府県で開催する分離開催が多かった。しかし開催地選定が難航しスケートアイスホッケー競技会をさらに分離する競技別開催となった2005年以降開催形態は多様化している。ありがとうございます。